始めてまいりたいと思います。司会進行は79回生の旧制で函館でございますが、出させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今日もこの会を楽しく、そして印象深いものにしていきたいと思いますが、それには皆様のご協力が欠かせないと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご出席は、79回生から88回生、の39人で、あとから2人ぐらい、ちょっとだけ駆けつけてくださる方もいるかというふうに聞いております。で、先生を入れまして、この部屋60人ということで、今まだちょっと遅れるというふうにご連絡いただいている方が到着していらっしゃいませんが、始めてまいりたいと思います。瀬戸先生との楽しかった事件の活動というのがあったからこそ、こんだけ皆さんにお集まりいただけたかなというふうに思っています。で、遠方からは、東京をはじめるとしまして11人お集まりいただいています。遠くからお越しいただいて本当にありがとうございます。私が自衛官の時に先生の、ご指導もあって、J さんですから14歳の時ですよね。利権をみんなで作ろうということで、J1J2J3 ということで、始めたというふうに思っていますけれども、考えたら私62歳になりましたから48年、半世紀に近い年月が経ってるなと、つらつらと感慨深いもんがありまして、いろんなことが思い出されますし、後でまたご紹介しますけど、アルバムをちょっと編成してみようということで、古い写真を送りいただいて、スキャナーで美女さんが取り込んでいただいて、ほんで、打ち出しというふうに、していっておりますけれども、おかげさまで私もエクセルに写真を貼り付けるみたいな技術、